皆さんこんにちは、ボンアイボンのアイです。今日の動画はまたまた撮りためていた北欧暮らしの Vlog です。夏休み中の子供たちの相手をしながらも執筆中の北欧菓子のレシピ本、ホッとする北欧のおやつの原稿の締め切りと、直前に迫った日本への一時帰国に向けて筆を走らせていた日々の記録です。本作りの裏側、北欧暮らしフリーランス、子供3人のワーキングマザーが育児と仕事をどうやって両立させているのかが見える動画になっています。最後までどうぞお楽しみください。まだですね、夏休み中で子供たちがあと1週間今週末までは家にいます。でも私は締め切りがあるので仕事をしなくてはいけません。で、夫も忙しいので1日を半分ずつに分けて、昼過ぎぐらいまでダディが会社でお仕事して、私がその間子供たちをお世話して、で戻ってきたら交代で、まあ、半々じゃないんだけど、その代わりに今週は僕がご飯を毎日作ってくれるっていうダディが言ったので、で私は家にいると仕事ができませんので、毎日カフェに通っていろんなところで本を書いてます。今日のオフィスはこちらです。ストックホルムの郊外にはこういった歴史のある昔の邸宅を文化財として保護修繕して、そして一般の人も利用できるカフェなどとして運営している場所が多くあります。カフェにはまさに本に書いている最中のスウェーデンの定番のお菓子がたくさんあります。スミッケのコーヒーはセルフサービス。モーロットスカート、人参のケーキですね。これも本にも載ってますよ。今夏なんでね、まだみんな外に座るのが好きなんですよね。だから中はこの通り誰もいません。スウェーデンはこういう昔のこう貴族の館みたいなところが今カフェになってるっていうところが、郊外にはちらほらこういうお店があるので、車でさっと行くときは雰囲気もいいし落ち着けるし好きです。ちなみにスウェーデンはケーキをなんとスプーンで食べます。フォークは置いてませんでした。本のメインとなるレシピのパートは書き終えて、今は本の導入やコラムのパートを書いています。まだまだ原稿は全然終わってないんですけど、まとまらないけど、とにかく、まあ、書き始めてみないと何が書きたいのかがわからないから、とにかく最初はまとまりがなくとも、もう好きなように書いてます。とにかく長くなっちゃいがちだけどね、それを後からまあ削ったりとかしてまとめてみたりします。2階はねこんな感じになってます。かわいい、これすごい天井低いけど、肩ぐらいしかないぐらい低いけど、この奥にもお部屋がある。こっちのお部屋はね明るいですね。2階もいい雰囲気なので、またオフィスに本を書きに来たいと思います。このお店の建物の裏側ですね、こっちにもねすごい座る場所がたくさんあって、お庭もすごく綺麗で、ここから湖につながってるんですね。夏の夏至祭の時にここにポールが立ってみんなダンスしたりとか、その時はすごい人がいっぱいいたんだけど、この木がだんだん赤くなってきてますね。美味しそう。ベンチに寝転がってる人がいます。それいいね。私もちょっと寝転がるのかな。休憩したいと思います。
何かな。これは何、蜂の巣。あ、そうか、蜂がいる。カフェはちょっと4時でもう閉まっちゃったんだけど、夜ご飯の時間まではちょっと時間があって、そこに席があるので、ここでもうちょっとだけ仕事してから帰ります。この仕事って最高じゃないですか。私は最初に来る最初にみたいなページを書いてます。この本で一番伝えたいことについて書いていて、で初めて私のことを知ってくださる方もきっといると思うので、私がどんなことをしてきたかっていうのを書いてるんですけど、ついつい長くなっちゃうんですね。スウェーデン語の本の時もそうだったんですけど、担当の編集者さんに、長すぎる、論文を書いているわけじゃないんだから、もっとこう気軽に気さくな感じで友達に語りかける感じで、こうバークコンピス、お菓子を一緒に作っている友達に話しかけるような感じで書いたらいいよっていう風にアドバイスをもらいました。なんか言いたいことがいつも多すぎて長くなっちゃいがちなんですけど、まあさらっとまとめてければなと思います。書けば書くほどどんどん原稿が膨らんでくるんですけど、まあ一旦自分の頭の中のものを全部無心で書いて取り出して、でそれからまとめていくっていう作業をすれば、きっといいものが書けるのではないかなと思ってます。また他のカフェを巡りながら本を完成させたいと思います。帰宅をしたら夕飯を夫が作っていてくれました。見て、ここは持ってきてください。この日は円蔵の2歳の誕生日です。ケーキ1,2,3 Happy birthday to you。 お砂糖なしのバナナシフォンにデコレーションをしたお誕生日ケーキは出かける前に作っておきました。すごい、あちち、あちち、あちち、ブロー、ブローして、イエーイ、イエーイ、イエーイ、おめでとう。子供たちが寝静まった後にまた少し原稿を進めます。もうベイビーじゃないよ、もう赤ちゃんじゃないよ。おっぱい。What? おっぱい。おっぱいはとっくんのとおり卒業したでしょ。今日も夫と2人でカフェで仕事をしに行ったんですけど、雨がいっぱい降ってます。今日は人気のベーカリーカフェに来ました。カルダモンがたっぷり入ったサンドカウカというケーキとカフェラテを頼みました。お店の外ではバンドの演奏もしていました。カレル見つけました。アンズタケです。2歳、おしゃべりを始めてすごく可愛い頃です。車、カママ、トマト、キャママ、トママ、トメロ、トメロ、ジェムマ、ポテトは、テポポ、テポポ、テポポ、えちゃん、これは何、テポポ、チッポポ、チッパパ、
ポテト。お姉ちゃんの長靴下のピッピのワンピースを着てきた映像です。ダディに教えてもらったプログラミングのゲームをしているガールズ。それママのやめて。ムサカオドクルンピラ。クロアチア料理です。この日は初めて作るクロアチア料理に挑戦したダディでした。ハチチ。そして翌日も執筆に出かけていたら、ある小包が届きました。いや、そっとね。おー、ハードカバーだ。これからデンマークで出版される予定のデンマーク語版の私の本が届きました。スウェーデン語じゃないよ。イカト。団子だよ、これは団子。イヤコ。お団子。これはイチゴ。イカト。カキ。デンマーク。カキ。ママ、どうやってデンマークの人やるの？読めない、これ。読めないよ。デンマーク語だもん。似てるけどね。ママ、ママ、怖いな。あ、ママだ。ママ、それママ、どこにいる？お茶室、ストックホルムの。ママ、お茶室にいる。ママ、綺麗なお菓子でしょ？綺麗。綺麗？綺麗。スウェーデンで出した本のデンマーク語版が出たんです。出るんです、これから。2冊あるから、1冊をさ、お世話になったから送ろうと思ってるの。2冊見本書をいただいたので、本を書くときにお世話になったデンマークのぬここさん一家に送りました。森から取ってきたカンタレルをきれいに掃除します。これどこで見つけた？森で見つけた。これママの手行けたところに。炒めてバターでソテーしました。パンの上に乗せて食べます。この日も夫が夕飯を作ってくれました。美味しい。パッパッ。キノコ全部落としたでしょ。タラーン。森にプラムがなりました。プラムがなっています。どう？酸っぱかった？えじゃあどう？おいしい？どうですか？ヤミ？ヤミ！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 下に落っこちてるやつの方が甘かったです。熟したやつだったね。今日はビーフシチューです。でんちゃん、これは何ですか？テポポ。テポポ。ポテトね、ポテト。いただきます。デンマーク語版です。ついに明日書店に並ぶそうです。嬉しいです。原稿を書いていますが、煮詰まってくる時があります。軽いジョギングしたりとか、今はキノコの季節なので、走ると言いつつもキノコを見つけちゃうと足が止まって地面を見ながら歩いてます。これが一番リラックスできる大事な時間かな。で、戻ったら今日は編集さんと会議がありますので、まとまらないイメージを固めてったりとかして、なんとか仕上げたいなと思ってます。日本行きがもうすぐなので、それまでに仕上げなくてはいけません。頑張ります。杖をつきながら歩いてるおじいちゃんが袋を持っていました。私もちっちゃなポシェットの中に袋を入れて、キノコがあった時は立ち止まって取ったりします。
これはすごく鮮やかだけど毒キノコです。お外から帰ってきてシャワーして、これおととい作ったやつなんだけど、ビーフシチューです。森で取ってきたキノコが入ってます。あと2分後に会議が始まるんですけど、デザインが上がってきて本文のところがねすごいいい感じなんです。楽しみに。ミーティングは終わっていろいろ悩んでるところもあったんだけど、混乱していますとかお伝えして、でもその解決方法とかも提案してくれたりとか、一緒にいいものを作ろうと一生懸命やってくださってるっていうことがやっぱり話さないとわからないですよね。すごく一生懸命いろんな思いを持って編集者さん、デザイナーさん、編集チームの方々もこのために動いてくださってるっていうのが分かったので、もっともっとやる気が出てきました。完成形とか文字数とかにこだわらないで思い切って書いて相談してみようと思います。甘いものが食べたくなるので栄養、脳の栄養をとって、クラッドカーカとコーヒーで一息ついたらフィーカに関するコラムの原稿を書こうと思います。おめでとうございます。今日で幼稚園行くの最後だよ。この日、次女カレンは4年半通った幼稚園を卒園しました。日本への一時帰国まであと数日、実家の両親がなんと車を買い替えたということを聞きました。あ、君たち一緒に乗ると喧嘩しちゃうからダメです。じゃあカレン、ママと座りたい。それがいいかもね。ママとエンちゃんとジュースしてないと。今回は家族5人みんな一緒に行きます。みんな座れないから両親が7人乗りの車に買い替えました。どうやって買ったの？そんなにいっぱいお金あるの？ねえ、ないのにね。いっぱいカフェに来てるから。あ、そうだね、カフェのお客さんからありがとうございます。マキッチとお話しできるように、と電話でマキッチとお話しするのね。多いじゃんこれ。うん、よし、で、タコ行ってお父さん。 Please, Captain Tony, please, in the belt mark is up. あった。Thank you, Captain. Captain Cannon! どんなに仕事が忙しくても親業という仕事も常にあります。この日はこの後動物がいて遊具もたくさんある広めの公園に連れて行きました。夕飯を作る元気がなかったのでピザ屋さんで簡単に済ませました。そしてまた別の日、お外の席が気持ちいいカフェでフィーカをして、近くの乗馬クラブでお馬さんたちを見ました。そんな目まぐるしい日々を送っていたら、あまりに疲れて朝寝坊をしてしまいました。なんでアップロードしてるんですか？私たちなんかママに作ったから。ほんと？来て、来て来て。先に起きた子供たちが何かを見せたいと言っています。眠れなく、嘘、すごくない？作ってくれたの？うん。それテーブルもキレキレした。すごいじゃん。ママ、これに自分のジャム置いていいよ。これはチーズ、バターとハム、はい、これはチーズとバター、これはバターとジャム塗る。バターとジャム、ママが自分でジャムを塗る。デンマークの人はここにもジャムつけるよね。うん、すごいじゃん、すごいじゃん。ケーキを焼きます。今日は長女の親友と公園で遊ぶ約束をしているので、本にも書いているリンゴのケーキ、エッペルカーカーを焼いて持っていきます。わった。なにそれ？ディスコ。裸なんですけど。あらいれふんぱらめいらい。楽しい場所だから。カノンはショーをやってたんだよ。ドッグで一緒に。そんなショーやね。公園には備え付けのグリルが置いてあるので、そこでソーセージを焼いてパンに挟んで食べました。頑張れ。次のところに。知ってる。分かった。言わない。ピーターマニュアル。あ、ブラ。ブラブラ。頑張れ。頑張れ言ったらダメ。分かった。言わない、ごめんね。
素晴らしい、できた。お友達の両親はフィンランド出身で、ちょうどフィンランドからもおばあちゃんが来ていたので、本に書いているフィンランドのお菓子の話題でも盛り上がりました。キノコを取りに行きました。鹿さんやリスさんやウサギさんにまた会ってしまいました。すいませんね、驚かせて。プッチーニさん、どなたかがお食べになっていますが、ここを刈り取っちゃえばいいでしょう。この日のアクティビティはかき氷作りです。私が2冊目に書いた本から台湾マンゴーかき氷を作ります。そして夕飯はピザ作り。時間を持て余してしまう夏休みには食事作りをアクティビティの一つとして取り入れると一石二鳥です。ポテト、ケッポッポ、ケッポッポ、ライス、ライス、ライス。この日もまたまた動物のいる公園に繰り出しました。ちょうどバルーンをやっているおじさんがいたので、思い思いのバルーンを作ってもらい、ハッピーな子供たちなのでした。健康のチェックをしております。えんちゃんも一緒に健康のチェックですか。お手伝いしてくれてるからね、えんちゃんも。コラム部分の執筆と同時に、先にデザインが上がってきたレシピの部分のチェック作業が入ってきました。これを同時進行でやっていきます。さらに今回は私が写真も担当しているので、使用する画像のレタッチという作業が入ってきます。写真のお菓子がより色鮮やかで美味しそうに見えるように、本全体の一体感が出るように、写真の明るさや色味などを一枚一枚調整していきます。カレンダー、どんないっぱいもらえるの。どんな1種類にしてくださいな。次女のカレンは日本語補習校の準備クラスに通い始めました。今日は入学式だったので、これから楽しく通ってくれるようにお祝いのフィーカです。4日後には日本に行くので、スウェーデンらしいフィーカはこれが最後かも。今日は土曜日です。月曜日レタッチの締め切りで、毎日毎日遅くまでやってるんですけど、結構時間がかかるっていうことをやり始めてから気づきました。フォトグラファーのお仕事も大変ですね。写真を撮るだけじゃありません。水曜日から日本に行くので、それまでには何としてでもいろんなことを終わらせないといけません。頑張ります。かなり切羽詰まってきてますが、それでも育児は毎日あります。それがさ、ハロー、ハロー。そしてこの日は、私が日本にいる間にアメリカにお引越しするココちゃんに最後に会ってきました。ノードラボのマホちゃんとヨーコさんも一緒にランチを食べに行きました。行ったお店はチリスタイルのフュージョン寿司。お寿司といえば、日本人は素材の良さが引き立つシンプルな日本らしいお寿司を好む人が多いと思います。私も以前はお寿司にいろんなトッピングが乗っているのはちょっとなと思っていたんですけど、これはお寿司ではなく寿司だと思って固定概念を捨てて試してみると、すごく美味しかったです。ここは何よりもネタがちゃんと新鮮で、グルメなココちゃんがおすすめなので間違いなしでした。美味しいお寿司を食べながら、ココちゃんにも最後に会うことができて嬉しかったです。みんなとお別れしたら、またカフェに行って作業します。どれにしようかな。本にも載っているマザリンとホックラードスニットにしました。締め切り間際、もう一踏ん張り頑張ります。あとちょっとで夕方5時で閉まっちゃうそうです。それまでにあと少しだけ、もう少しだけ頑張らなければ。結局終わらなかったので、ちょっと場所を移動します。これ可愛くないですか。マカロンが木にぶら下がってる。マックに行って粘りました。なんとかなんとか終わりました。これから帰ります。日曜日の午後、夫が子供たちを見てくれました。助かりました。こうして日本行きギリギリで、どうにか締め切りに間に合わせたのでした。と言っても、日本に着いてからの最後の仕上げの作業はまだまだ続きます。ママ、もうすぐアランバクーク。今日も最後までご視聴ありがとうございます。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。次回は家族5人で滞在した日本シリーズ。
それではまた次の動画でお会いしましょう。ミセス。